アララです。前回たくさん戦闘して、まあ、セミライだったりいろんな武器奪ったり、あとエアドロ2回拾ってカスタム SMG なんかもゲットして、まあ、いろんな武器をねリサーチした回でした。で今回なんですけども、レベル3のアイテムをリサーチするためにロケット施設回ろうと思います。でまだですねキーカードがないので、まあ、とりあえず緑のキーカード、青のキーカード、赤のキーカードを揃えて、まあ、それからですね最終的にロケット施設行ければなと思います。ではやっていきましょう。取られてるね。おい、港向かってったぞ誰か。そこ私有地なんだが、おいマジで。やばい、やっぱこの辺やべえな。戦争来てるやん。249ガチやん。ミニコプないまま目的地マジでつきそうは。うわ、そろそろトゥーコールドが。ミニコプター全然湧いてなかったけど、下水施設着きましょう。うわ、スイッチ点火されてる。これキーカード湧いてないね。めちゃめちゃ満月っすね。すげえ綺麗じゃない。箱湧いてる。青のキーカードだけさっさと取って、この場から早くおさらばしたい。あったあったあった、よし。トウモロコシ取られてるか。うわーマジで、この山を越えたらセーフゾーンに行けるんですけど、山の頂上に拠点が立ってた。結構外壁の範囲広いね。めちゃくちゃ長旅だったんだけど、セーフゾーンやっと着きましたね。よし、分解しましょう。よし、無事帰宅。ということで空港のモニュメントパズル回ろうと思います。湧いてる。全湧きか。しまった、俺松明置いてきた。ここ暗いと無理だ。フラッシュライトつけてこなきゃいけなかった。感覚で回るしかない。武器ボックス、お、なんかボックスあるね。行く。大かまど、見物は大かまどぐらいか。こっからだな。暗い中帰れるか。暗すぎる。多分この辺。え、わかんない、どこだ。あ、差し込んでる。ここだ。眩しい。やっと抜け出せた。とりあえず拠点に戻って。で夜になりそうなタイミングでロケット施設行こうかなと思います。でもエリートボックスからいいの取らなきゃ誰かの養分だよ。リサーチしてる。裁縫分解して朝を作りましょう。じゃあ布だ。布に分解して187、こんだけあればいけるな。
あ、めっちゃ水入ってたわ。よし。多分ね、今の時間帯がね、このサーバーに一番人がいる時間帯なので、もしかしたらエリートボックスないかもしれないんですけど。挑戦するしかねえだろ。全然銃声とかはしないですね。絡まれずにいけるか？見えてきました、ロケット施設。まあ、この段階で戦車の音とか鳴ってたら結構ビビるんすけど。静かそうだからな。バックパックがある。嘘だろ。こいつ誰かの養分じゃん。よし、ちょっと集中していきます、ロケット施設。うわ、壊されてんな、これ。もしかしたらエリートボックス取られてるかも。サムサイトが。点火。緊張するな。この辺も箱開いてないっすもんね。あ、でも荷台のわら箱開いてるな。ところどころって感じか。やば、向こうにいたわ。そこのサムサイトも壊されてんのか。これ全サムサイト壊されてる説はないね。でも扉は開いてないっすね。点火。そこのわら箱は一旦無視で入っていきましょう。頼むぞエリートボックス。やべえ、ミニコブ来た。エリート取りに来やがった。嘘だろこのタイミングで。足音消して。扉閉まってるかこれ。よし。ミニコップで帰るかこれ。多分ソロだよな。こいつをいただこう。え、やべえ。そこの拠点のやつか。めっちゃ撃ってくるな。でね、どの拠点にサムサイトが乗ってるかってあんま分かってないんですよね。このまままっすぐ行くとでかい拠点があるんで、ちょっとずれて飛んでく。うわー、いろんな拠点がサムサイトつけてそうで怖え。よし、とりあえずセーフゾーンつきました。分解していきましょう。レベル3のアイテムは8倍スコープだけか。けどタイミングやばかったなマジで。あんな一致するもんなの。あいつは俺の養分になってくれた。よし、分解終わって、スクラップ384。スクラップが落ちてる、4だけ。ここで8倍スコープ覚えていきましょう。初めてのレベル3のアイテムだ。よし、はしごもリサーチしようかな。 OK。 ではミニコップ乗って拠点帰りたいんですけど、一旦ここにミニコップを置いときたいと思います。だいぶ布も節約できたし、水も節約できたし、なんか理想的な1回目のロケット施設だったな。よし、無事帰宅。ということで今からある場所に向かいたいと思います。
うわ、あそこの拠点サムサイトあるかも。左側にでかい拠点があるんですよね。外壁巻いてる拠点は全部サムサイトありそうで怖い。急げ。セーフゾーン通って拠点に戻りましょう。結構自分の拠点も木が生い茂ってるんで着陸しづらいけどね。よし。ということでサバイバル始まってから初めての、ロケット施設今回に行ったんですけども、エリートボックス開けられなかったけど、まあ敵から物資奪えたのでその点は良かったかなと思います。でアイテムをリサーチして、レシピ化するのも結構順調に進んでて、拠点もね、あんまり目をつけられてはないかなっていう感じをしてます。でも他のところに、本拠をね、本格的に構えるっていうのも、一応視野には入れてるんですけども、もうちょっと、このセーフゾーンね、近い拠点で、生活していけたらなという感じですね。次回何するかは決めてないんですけども、拠点抜かれないように頑張りたいと思います。ということで、また次回パートでお会いしましょう。じゃ